よいしょ。ナイスイン。仙台かい。仙台ゴルフ。やると思いましたって。そういうことがあるから、ゴルフは気をつけなきゃいけない。必ず周り見てる。ゴルフはたまに人が死ぬらしいよ。何でも死ぬだろ。ただスポーツなのに油断すると。ゴルフはかなり多いらしいです。ああ、それはそうじゃあって、お前。打ちやすい石から打ってんだから。発音でございます。あんな硬いもん当たったな。あの球は大体初速で200キロ以上で、長距離飛んできたやつが力学的に働くと頭に当たった時に貫通することがある。貫通する、貫通する、頭蓋を粉砕して貫通することがある。貫通、貫通は確かに、ここに当たったものが向こうから飛び出る、飛び出る、頭蓋を破壊しながら、タイガーウッズみたいなやつが打ったやつ。しかもこの一度上に上がりて、その重力を伴って落ちてくる球が隕石だ。随分とした威力が、まあ、故にあの打ってとんでもない方向に行ったらファーッ。ワニの時にあれがあったら投石すごいことだ。そうですな、あれで飛ばせばいいですか。願い定められる。もしサリだから、あのゴルフクラブなるものやゴルフボールなるものを作る技術があれば、もっと簡単にもっとええ武器が作れる。あれ、あの柄は全てカーボンなので炭素繊維、炭素繊維と、もう先端は基本的にチタン、脂肪筋です。チタニウム、チタニウム、タイタニウム、あのセントリアの方で下、下、あ下千葉ニューム、向こうで撮る千葉ニューム、千葉ニューム、トムクルーズ千葉ニューム、千葉ニュームはあれじゃない、最近名前が付けられた、最近のなんか実質グラム、77万年前の白亜紀の地層の名前が千葉、世界で初めて日本の地名が付けられた、千葉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 、何やら、あの磁力が磁石あるだろ、チバニアン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 、まあいいわ。千葉に、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 その時代に77万年前にこう S 極と N 極が入れ替わった。ああ、時折入れ替わります。たまにあるらしいんですよ。知らんな。ゆえにあの急に磁石が逆を向く。お前なんでその瞬間にいましたみたいな。急に逆を。まさに見ましたみたいな。こうやった瞬間に。そんな時代なかったら終わりなの時代に。ノーございます。ノーございます。ただ話に聞くとそういうことがあるんですよ。面白いですな。地軸の変化みたいな。あれです。信長殿。どれわしは。川屋の水仙を追い出すときに、この水が渦巻く方向が北半球と南半球。そう、渦が。それは知りませんので。らしいぞ。面白いですな。国によって水の硬さが違うというぐらい。硬さっていうのもあれです。内容物の話です。どれぐらい水の硬さが。成分の話だ。水のこのチャポンチャポンって一緒だ。成分の話だ。別にぶつかって痛いもんじゃないよ。硬さは変わらないんです。そういう硬さ。硬い、柔らかいという表現と一緒です。鉱物が多く含まれると硬い。鉱物のある特有の、あれですか、成分。含有率が高いと硬い。反対に柔らかいな。硬水軟水という。
日の本も西と東で分かれるらしいですね。この水の性質が。湯に出汁が違うと思います。あー、なるほど。東の方はカツオ出汁、西の方は水出汁。違いがその水の成分、あの水によって合う合わないがあるとそうですね、あの出汁の出やすい出にくいというのがあるらしい。結構都市部の情報は怪しいとき、怪しい信憑性が高いときと低いときの差が、都市部のいろんなことをよく知っておられるがゆえに基本的には今日は驚くべきこと、基本的には嘘嘘そう、何を投稿してるの？すごい投稿してる。急に何を投稿してるの？ガオガオガオ。お。ヤンキーだ。ヤンキー、ヤンキー。やめてくださいそこの。お手屋のお二人あとさ、横止めやあー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 信号を押してる時にわざわざ交差のところにこう青信号の方が入ってますストッパーってやつが信長殿の昔とは100台ぐらいバー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 バの話のこと40年前に昭和また昭和話その前は雷族この昭和海行けば太陽族あのあるよ石原慎太郎よ古っ我らにとっても新しいんだ年人生もよかった。新しすぎてまして何のことか全然言えない。どうぞ。よく見ると、タチヒロシ。うまいね。現世のヤブサメだろ。ヤブサメ。笑っとるものと笑っとらんものの差が年齢差が激しいよ。年齢差が激しいよ。というように話を少し戻させてもらうと、チバニアン。チバニアン。チバニアン。北半球、南半球の水の流れの話。こっちはどうなの？どちらがどちらかわからない。右か？こっちは右だと。例えば、でもまあ、だって右、人がその気になればどうする？そういう話じゃないんだ。あれ、あ、そうか。ああ、そうか。水性式はそうか。意図的にこうしてるわけじゃない。自然に。あれは水が上からこう出てくる方向で流れる。確かにな、あのこの横から出てくるやつ、横から出てくるやつが遅れば右回りある、逆回り滑り台入った瞬間になんか泡のところある、あと青い水のところありますね、置くだけって昨今見なくなってる、私あの驚いたのがあの最近川屋を掃除するために川屋の中に便器の中にあのピポンとなんかつけるのあるじゃない、丸いものが忍びのようなすごいな、あれは最初なんか変な異物がついてると思って一回流してしまったことがあって家主に嫌じゃなと思って、流してしまったというのは紙で何かついどんなんか嫌じゃなと思って流したらクラゲみたいな、クラゲみたいなのついどって嫌だなと
出したら家主も怒られる。つけたばっかなあれつけたばっかの時は例えばあの供養門のようになっておって明らかに模様がちょっと文様が変な形をしております。ただなんかもう明らかになってゼリーついてるじゃろうみたいな感じだろう。確かに確かに賛同しちゃって最初流したんだけど流れんのだろ。流れんのだろ。流れんのこびりついとる。風は関係ない台風は台風も関係ない。台風はこう今日右回り。嵐はどうなったんだ。あ、そ確かにそれそうですね。幸せ変化。いや、あれ嵐はね。多分日の元に来るのは右回りですよ。嵐。嵐。なんか違うもんだ。あれは多分なんていうの、どっち回りも行けると思う。本当に？風の巻くの？日の元の方は右回り、こっち回りが。お、そうだな。基本的にこっち。こうなったの。基本的にこっちに。これが南半球にどっちになるかというのは分かる。確かに発生する場所によってその名称が変わります、ね。ああ、そうですね。サイクロンであったり、ハリケーンであったり、台風であったり。台風も一つ一つに名前がついてるらしい。すべてついてる。異国のものはなんか人の名前みたいについてる。ああ、そうです。さようですな。カトリンだな。あの米国の方は女子の名前をつける。日の元に来るやつも。このアジア圏の国々が順番に名前をつけていく。だってあの名前の付け方で明らかにどこの国がつけたか分かる。シャンシャン、シャンシャン。シャンシャンはもう明らかに。中国。都市に。都市人をつけるとしたらもう日の元の気象庁。極道都市に。極道都市に。わしじゃないんだよ。我らのこの子。そういう大嵐来たら大体誰かの叩いたら名前ついてるとか、そのものの一致ネコだとか、それみたいなもんか。まあ、ゆえに先ほどのこの時期の話、もしくは磁場の話をいたすと、この地球と呼ばれる場所は時期によって守られている。おお、完全に守られておりまして。何かの守りだ。地球外からの年齢の少しあの黙ってる。私もそう思う。やっぱり地球。黙れ。完全に。例えばこの太陽なるものが大きな炎の波のようなものがありますが。おお。この一つがものすごく大きな大きな、そこから放たれるこの熱線が、そうですね、要は磁力が飛んでくる。もしこの守られとるこの磁場がなければ地球はもう当の昔なくなっておって存在することもない。ゆえに何でそれが確認できるかというと、オーロラです。オーロラというのはこの磁場にこの磁気の膜に当たっとって、それがこの揺らめきになって見える。ゆえにオーロラが見えるということはもう毎回それを地球を守っておく。美しいものでござるが本当は遅かいできる。あれがなければ地球壊れる。壊けます。まず生物が生きていられない。あら、灼熱の大地。温度の関係では温度じゃないって。教え殿。今日はダメだ。もし聞いた話だったらその話を聞いた。あとは地球は、まあ、奇跡的な環境により生物が、まあ、宿されておると。されるが、まあ、これも嘘である。地球
ほどの環境のものはもう数えても数えきらんぐらいの数が、まあ要はこの地球なるものがこれじゃとするとこれじゃとするとこれがもう太陽系ぐらいだ。それでこれぐらいが例えば銀河系じゃとすると、もう銀河系すらもうここに無限に当たる。これぐらいの星はこれと例えば全く同じ重さのものを探せって言われたら、ここにもどんだけでも見つかる。それぐらい実はこの奇跡的な環境と言われとるものも非科学的らしいです。どんだけでもある。故にこの地球外生物をがいないというふうに立証させる方が難しい。難しいです。ただなぜでは出会わないかというと、ものすごく長い時間なんです。ものすごく長い時間。故に例えばこの何光年とか。1光年というのは光の速さでこう進んで1年ということは、もうものすごく時間が長いということです。これでこの地球ができて、人間が生まれて、それで地球がこう文明を持ち、今までは数千年しかないんですよ。この数千年というのは宇宙の歴史においてはものすごくもうものすごく短い時間、一瞬だ。で幻のごとくだね。ゆえに例えばお主たち全員からくり持っとるじゃん、これはわしの発想。全員からくりを持っとって一斉に何かを映したりする。そうするとこの光でこうフラッシュなるものを焚くじゃろ。同時に焚けるものは誰もいないんじゃん。全く同時というのはできないんじゃん。ものすごく誤差があるじゃん。ゆえにこの同じフラッシュなるものが同時に光っとるぐらいの時に、その何光年というところを行き来するのは無理じゃん。わかるかな、言うと。全然わからん。わかんない。わかるかな。まあ、ゆえに、このものすごく人類が今から、例えば500兆年生きたら、もしかしたら同じように500兆年生きとる文明と重なって、その時代、お互いに生きとる時代が重なってお互いの通信をすることができるやもしれないが、あまりにも広いがゆえに絶対にどこかでは同じ時にやっとるけども生きできない。で信長殿のそっくりな顔の宇宙人がどこかにおそらく。でも我らが奇跡の星って言ったけど、勝手にわしらが順応するためになったわけじゃない。むしろどんな環境でもその環境に順応する生き物がいるかもしれない。でそれは例えば生物が、生物というのはこの電気信号のやり取りの生物の源がないとダメなんです。それが生まれる環境というのが限られている。源の頼朝が限られている。源の頼朝は天下友達。あ、少し黙ってる。こちらの少し黙ってるよ。でも黙ってるけど、教養がないの。ちなみに今ディスカバリーチャンネル。あ、なるほど。ディスカバリーチャンネル。次には右に出る者はいないですから、マジで。お前はあれだろ、ライオンが捕食してるとこ頼んでる。大好き。アフリカの一日に撮る。大好き。ちょっとやんどる。アニマルプラネットって。アニマルプラネット大体なんか雨降ってるとこから始まるな。そうじゃな。知らない。いや、次郎三分と宇宙の話から。あれは、雨降ってとか始まる。違う、これ深いんですよ。雨が降り。カエルがこの木の葉に止まり、飛ぶとこから始まるんです。今の雨というのは、大地にとって恵みであり、アフリカの地図を支える上では大切なものであるというのを、冒頭の数秒で。すまんな。いや、我が家内の教養の。カエル見てや。カエルが飛ぶんですわ。水しぶき上げながら、ね、光の速さの話。いや、いいですな。綺麗ですよ。イバタの応援か、光が。うるさい。いや、イバタの応援か。やりましょう。では、名手です。この仕事、ドラゴンズ優勝。はっ。トランパスも優勝。ドルフィンズも優勝。よし、では
本日の前言部みなみが見てくれて本当に大義であった。明日の出場は誰だ。はいどうはいじゃないよあーだ失礼いたします。どうした。一人よし、なつあラジオも出ます。あ、音山駅も出る。音山駅マリオは毎週月曜日 CBC ラジオ夜9時から清正とほほCBC ラジオ音山駅生放送でお送りとではあれだな、もうほぼ身内でやるとありがとうございます。豊臣家でございます。ちなみにもうあの清正の AK サロン、あの清正サロンか行ってくれて、有安さんでありがとうございます。なんかたくさん人が訪れて大盛況大盛況。まあそんな話の続きが聞けるやもしれんからね、CBC ラジオ。ぜひとも明日夜9時から聞いてちょうよ。それでは南な本日は大義だった。また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。ご来場のお客様にお願いでございます。中華まんと食パンは食べてもゴミは捨てない。中華まんと食パンこれ食べてもいいんですけどゴミだけはお持ち帰り。食パンだからね、まあ、パンのさ何個か入ってますけどね、ゴミだけはお持ち帰り。